はい、おはようございます、しんのすけでございます。ね、またやりますよ、フェスやヒロインシリーズ。あと2日ですね、日曜日まで、2月の26日まで開催中ということでございますので、19日の生放送で発表になりました、ウルカが闇ウルカ、そしてイルミナちゃんが光イルミナちゃんに分岐が来ました。で、私はウルカを1体しか持ってございませんので、やっぱり2体欲しいですよね。ということで回します。バカでしょ、バカなんです。あー、そっか、今回はこれで出んだ。よーし、いいぞ、どんどんいくかんな。で、ただいまの時間がですね、こっちの、あ、もうわかるんじゃん、これで。暑いな、金はダメと。今テンション上げてよかったとこじゃん。あれ何で、なんだっけ、クリスタル卵、ダイヤ、ダイダマ、ダイヤ、ダイヤ、ただいまの日付がですね、2月の24日、4時を回ったところでございますね。で、私4時半にちょっと用が入ってまして、30分しか回せません。果たして98回回すのが早いのか、それとも30分時間が経過するのが早いのかというようなせめぎ合いでございます。今、もっぱらノーマルダンジョン4倍、経験値4倍というイベントが来てますんで、私はひたすらですね、今天元4倍を周回、1日5000万経験値を目標に頑張っております。ですんで今日24日回し始めて、まだ全然2000万ぐらいしか経験値稼げてないので、あと3000万ですね、僕のノルマは。そうすると大体でランクがもう1個上がるから、だから1日1個ランク上げようかなっていうつもりでやり始めてます。はい、なのでこのノーマルダンジョンを経験値4倍の期間中に、980までランク上げたいかなっていう感じですね。ダイヤってことは星6と星7がダイヤになるんだね。なんでダイヤにしたんだろうね。プラチナとかって言えばよかったの。銀来て金来たらその次プラチナやろ。そうですね、は。なんでそこでダイヤって言っちゃうところがやっぱり甘いよね。ダイヤ飛躍しすぎだもんね。うん、あー、ちょっとこれやばい。だで引く。で、まあウルカはやっぱり闘技場さんを回るときに非常に重宝しますよね。別にアシストを何かつけるわけでもなく、このオールドロップスマイルですか、最短で24ターン、ちょうどそのダメージ吸収しなきゃいけないようなモンスターが敵として出てきたときにウルカのスキルが溜まってるんで、でラードラッパで盤面6色にしてダメージ吸収にしてバーンみたいなところの気持ちよさはありますよね。うん、ただ今天元4倍が来ちゃってるんで、すごくどっちをやっていいのか悩むというかいう感じですよね。僕のフレンドでもうすでに1000が射程圏内、1000をランク1000を超えてる方っていうのはもうアイゼンをリーダーにして、おそらく闘技場さんを周回してんだろうなっていうような感じなんですけども、やっぱりその980前後の人っていうのは逆にガネーシャがリーダーで、ああもうひたすら1000元4倍を回ってんだねっていう感じではあると。ただ闘技場さんって回れる、今ほらあれも経験値2倍じゃないですか。まああれずっと2倍なのかもしれないですけど、よしよし、うわっ、どっちこれ、あっちいな、あっちいな。でね、これソニーの NX カムでちょっと人のこと指さすなってよく言われるんですけど、ちょっと指さしますね。ここにあるカメラ、そこにあるカメラ、いつも iPad で撮ってたんですよ。でもそのうちのしんのすけチャンネルの編集ソフトがいわゆる Mac 対応のファイナルカットじゃないっていう理由で
iPad 使ってる端末が iPhone、 編集してるパソコンが iMac、 完全にマッキントッシュで統一してるにもかかわらず訪れが広がったんですよ。だから過去のその動画をしんのすけチャンネルのガチャ動画でありパズラ動画を振り返ってもらうと微妙に訪れしてるところがあるんですが、ちょっと今回からパチソロ動画と同じように撮ってみようっていう形でね、普通のまあまあする40万ぐらいのカメラで撮ってるんです。このカメラ40万しますんでね、ちょっと iPad ない、全然伝わんないからさ iPad。ちょっとさ、星6以上の割合やばくね。どういう状態で収録してるのかっていうのを皆さんにご覧に入れますね。そういうのあった方がいいっしょ。いらない？どうしよう。見えてる？見えてるよ。こういう感じで撮ってるから今ね、ガチのカメラが目の前にあるんですよ。よし！お前！はあ、こういう、そうか、星6はナビもいるしジュリもいるしエルゲヌビもいるしロミアもいるんだ。っていうかさ、これグリじゃね？前より絞ってんのこれ。ひどいよね。よし。やるんだね。前より絞ってる。その星6前2連とかあったじゃん。あったよね。130回回す中で。もうすでに30回回してるんだけど。よし、愛してる、本当お願いします。あ、お願いお願いお願い、はぁ、惜しい、これ熱っ。あー、これそっか、星6はダイヤだからほんまに熱いね。もうイルミナかウルカしかいらないからね、俺。付き合いですね。ねえ。パズドラとか。何のためにやってんだろうね。よっ！お願い！ああ、もう、メルビーオナリスとかもう俺、売ってっかんね、俺、これ。もうすでに。これ引いたら気持ちいいだろうな。パチソロと一緒だよね、ガチャって。なんかさ、当たんねえかなみたいな感じで回しててさ、当たった瞬間のあの報われた感。ただ俺パチソロはこんな感じじゃないんだよね。意外と当たって当たり前って思いながらやってるから。多分金20連ぐらいしないと出ないっしょ。逆に、回し始めてのまだ7分。バカなんじゃないの。ね、これ多分カジノ並みだよ、マカオとかの。その金なくなるスピード。97回からだから42回回したのかな。黙っちゃうよね。
俺なんでウルカ欲しいとか言っちゃったんだろうね。別に究極退化させてもう一回究極進化させりゃいいじゃんね。ね、それを繰り返す。ウルカを結局パーティーで2体使うことあるかなって俺思っちゃったんですよ。うん、思っちゃったんだよね。その闘技場さんのパーティーでラードラで闇代わりいて、そうだね、バーバラ引いてなかったもんね、うん、ちょっとこれ無理だろ。結構1回で出てる人とかいるんだよね。あれさ、なんかヒロインガチャタダで回せんのなかったっけ？ありました、1回メールが届いてるはず。あれ1回だけ？はい。あ、俺ももう回してんな。スラタンスラタンやで。これ音取れてんの？大丈夫？よし、よし。あー、くそ、これあちぃ。ダイヤ玉ってあちぃ。あー、これ魔法石なくなったらもうやめっからね。えい、おかしいやろ、マジで。だってもう2万5000使ってんだよ。回し始めて今10分、10分で2万5000溶けるのとかある？これさ、パズドラ勢とか導入した方がいいんじゃないの？ね、これひっ、お願いします。ダメだ。あー、ウルカ2体欲しいんだよな俺。もう回し始めちゃったからさ。ちょっとその究極の闇の分岐が来た時に、あー、これまずいな思ったんですよ。一応新キャラ来たんだね。ちなみに今ダイヤ何回出た？ダイヤ10回です。10回、64回で10回。ちょっと弱いよね。5分の1ぐらい散ってたもんね。守ろうよ、補正効かそうよね。ほんまにそうでしょ。あれ、この人5分の1大きく下回っちゃってる。ここダイヤ連チャンさせとけみたいな、そういうシステム作ろうよ。だ、俺が予想するにね、その課金額っていうか課金レベルに応じてテーブルが決まってると思うんですよ。だから無課金の人がウルカ引くってよく聞く話だもんね。で、あ、こいつは今1ヶ月っていうかここ1ヶ月ぐらいでこれだけお金をかけてるから、少しそのモードが悪い、何
バジキズナのテーブル N みたいな、うん、お当てられるもんなら当ててみーやみたいなテーブルあると思うんだよね。で、あ、この子は多分学生さんだなと、中学生とか高校生ぐらいだなという場合はおそらくそういうテーブルなんですよ。ハマっても2回ぐらいの BC カードね、うん、絶対そういう感じだと思うよ。だってウルカ持ってんだろ、ムカ君に。いや、イルミナです。あ、イルミナを持ってんのか。おかしいだろ、俺3体しか持ってないんだよ、イルミナ。俺言っとくけど、ヒロインガチャにいくら使ったと思ってんの、これで。バッカじゃねえの、ナビとか使わねえよ。こんな使わねえキャラ作んなよ、マジで。よし、もうメルディオナリスはもういらん。ちょ、3連ないからね、3連。100回マスじゃん、5分の1が2連続で出る単純計算の実質的な確率って25分の1なんだ。100回マスせば4回その事象が起こるはずなのに、まだ2回しかないんだよ俺。かー、また帰ってますのか俺。今年入ってこんな感じ多いんだよ、ほんとマジで。お、見ねえかな反応がさ。あと18回しか回せない、あと18回しか回せない。97回回すっつったら大体6万円ぐらいで、前が7万円回したんだよね、確かね。13万でしょ。でその前の10月ぐらいのヒロインガチャが13万だから、もう26万回してるんですよ。バッカじゃねえの。じゃないんだけど、マジで。26万でウルカ1体とかちょっとないよね。まあ10月のあれはなかったけど、26万回してイルミナ3体ってなくね。どんだけ高えんだよ。ささやくぐらいの声で言ってるんだけど、エルゲヌビ14体目俺のポリシー的に、そのパチンコパチスローもそうなんですけど、当たらないんだったら最初から打つなっていうポリシーがあるんですよ。当たらないでやめるっていうのは多分一番やっちゃいけないやつなんですよ、うん、ね。ただ今年に入って何度も言いますが、あのお正月ガチャは結果的にあの例の光つく読みを当たらずにやめてるんですよね。つまり10万円ドブに捨ててるようなもんですよ。まああん時はまだいいですよ、あのほらプラマラがあったからね。それこそ297が、まあ、30体じゃ効かないぐらいできましたんで、50体ぐらいできましたんでね、あの時は。10万円お支払いした価値はあったんですけど、今回のこれに関して言うと、涙になるよね。はい、回し始めて17分で6万円が今溶けようとしてます。
ってことはこれ本当時速20万ですね。この台時速20万で飛べますね。はい、あと2回。いったな、たまに来るな。はい、ラスト。ちょっと待って、トレンド見たってしょうがないけど、何やってんの。回せるやつなかったっけ。これなんだ、これ回せんや、ヒロインガチャやな。あ、岩井ゆ、ハライチ、ハライチ、回すよ。これ有効期限あったよ、危ないや、俺忘れてるで。こんな岩井、ふざけんなよ岩井、誰だよ岩井って。あの相槌打つことしかできないやつだろ。意味わかんない。みんなでガチャドラチャレンジって、これはフェスゲンヒロインガチャ回せるよ。まだいけるやん。まだいけるよな。みんなでガチャドラチャレンジ、俺すげえ400周回ったからね。あんなに回る必要なかったのに。ちゃんと説明しろよ、ここに説明として出せよ。俺回った後にネットで調べたら10体ぐらいでよかったんじゃん。あれ何これ、ダンジョンボスセレクトガチャって何。ダンジョンボスセレクトガチャって何。降臨系のモンスターしか出てこない。何何、あ、ダメじゃん、これダメじゃん。おお前、お、アナザークルセイダー。あー、ただのスタージャスティスやん。ん、これ、あー、ダメやん、アナザースタージャスティスが良かったわ。ちょっとなんか趣旨違っとるし。これはこれはみんなでガチャドラ、これ回してみる。ちょっとダイヤやめね。もうなんかもうがっかり感半端ない。ランク500メモリアルガチャ、これ今回した方がいいの。ゴッドフェスの時に回した方がいいんじゃないの。テーブルが違うんじゃない。テーブル、やっぱほらテーブルだろ。絶対テーブルあんだよ、ほんと。いや、超絶4倍アップだよ、ふざけんなって。もうさ、金出た時のあのがっかり感がないからやめてもらっていいですか。もうないよね。あー、すんげー消化不良。お疲れ様でした。